RMCA チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい。本日もリスクマネジメントジャーナルを石川副理事長と事務局の総務で進めてまいります。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。お願いします。えー、今回はですね、えー、自民党総裁選の出馬会見分析第2弾ということで、今日収録は9月の10日の午前中ですけれども、まあ、ここ現在まで前回やった分析の後ですね、ここ現在まで出馬会見分析をした方の分析をすると。 ということで、第2弾を進めていきたいと思いますので、石川さんよろしくお願いします。はい、では、早速中身ですけど、はい、前回は小林さん、小林さん、石橋さん、河野さん、石橋さん、石橋さんだったんですけども、ねはい、今日は林さん、茂木さん、小泉さん、それから高石さんということで、4名やります、うんはいあ。本当はね、3名ずつやろうと思ったんだけど、この間の収録で、 ちょっと力つけちゃったので、うん <laughs> あの、鹿児島の問題でね、力つきちゃって。そうでしたね。はい、3人ずつやろうと思ったんですけど、今日は4名です。はい。<laughs> ということであの、あの、それぞれユニークだなと思いまして、この記者会見分析は、の全体の,あの組み立て方、キーメッセージと記者会見をどう組み立てたのかということと、あとは、えー 最初の構成ですよね。キーメッセージがちゃんと伝わったかどうか。はい、そして質疑応答はどうだったのか。うん、そして、もう一つのポイントとしては、非言語についての着目点ということを説明しています。はい、うん。うん、まず、林さんなんですけど、林さん、うん、林さんは、林吉正さんは、9月4日に会見をいたしました。うん、会見の時間、まあ最初の、 会見一番短くて、全体は45分しかなかったんですよ。この方。はい。はい、そして、あのー、最初の説明は16分ということです。うん。16分ですね。それで、まあ、あの、この方はとても滑舌もいいし、いいし、あのー、まあ、なんというかね、複用かな感じで、おおらかな、あの、印象がある方で、まあ、官房長官としてもずっと立ってますのでね、非常に、ま、慣れた形だとは思いますが、どうも、最初の、 あの、説明16分。まあけ、まあまあ説明はしたんですけど、本当はここね、ぼやっとしてて、まあ皆さんほどでご存知だと思う、人っていうね、言葉で、まあ、優しい政治を目指すということで、なんだか、ちょっとなんかぼ,ぼやぼや感があるというか、そしてあの、キーメッセージがよくわかりませんでした。要するに優しい政治をやるっていうことなんですかっていう印象しか残らない。 その、まあ、少子化対策とか、人口減少、格差是正リスキリング、自己実現、えっ、ー、と,と,と、ということで、まあ、いろんな問題を、こう、単語で羅列するんですよ。うん、単語で羅列する。うん、えそうすると、まあ、どう、え、なん、なんだろうみたいなね。うん。ことになりますよね。まあ、たまに、足立区行って、えー、え、足立区の学校で、 の子供たちに、まあ、その家で学習できない子に対してと補習をしている先生方がいますとで、非常に成果が出てるって言うんだけど、先生の負担、もっと増えるでしょうか、うん、今学校の負担を、先生方の負担をいかに軽減するかって言ってるのに、その事例出してなんか時代に逆行するなと私は思いました。うん、ただその問題の把握が、 もうちょっと甘い感じですよねで。もちろん一番最初には、もう最初にお見舞いの言葉、最初にたすお見舞いの言葉、まあこれは定型文のようにやって、信頼を損ねていることに対するお詫び、うん、ということは言ってるんですけど、まあ割とこうあ、ありきたりな形で、で、その政策に、まあ現状認識においても言葉を羅列するということになってしまっていて、うん、あの、大きいメッセージはよく、 まあ正直わからないなと。まあ、ただ、うん、ま、あの、お人柄というか、とてもソフトで、まあ、滑舌もいいですし、うん、のまあ、聞いてる分にはとてもソフトで、まあ、耳当たりがいいなという感じはしましたね。うん、そして、失業とに関しても、ま、あこれもあまり特に目立ったことは言ってなくて、の政治と金の問題に関してもね、まあ、あ、うん、あの、 法の支配は大事で裁判中だし、ルールに従うみたいなことで、特にどったことはない。うん、まあ、党の法認・非公認に関しても、の、まあ、非公認の購をしないという、そういうのもあるから、まあ、これは、そうん、といった処分もあるので、ということで、まあ、その一般論で全部切り返しているということで、特にそこに対する強い決意というのは見られませんでしたし、うんうん、な,なんというか、お 全体的に決意としての表明としてはとても弱い。一体何をするんだということに対する情熱というのが、言葉の中においても、組み立ての中においても、の表現の中においても、まあ、全てにおいて見当たらなかったなということです。ただ単に柔らかくて人当たりがいい人だな、みたいな,そな感じしか残らないような会見でした。うんうん、なるほど。 伝わりづらかったと、はい、熱意が。そう。うん。そうです。と、石川さん感じたということね。そうですえ。エネルギーを感じなかった。はいはい、感じなかった。これから今、うんの、全員やってきますけどね、うんの。まあ4人の中で一番感じられなかった。いや、今まで、えー、七人ですかやってますけど、うん、その中で一番エネルギーを感じない方だな、と <laughs> いうことですね。<laughs> もうこなれすぎちゃってっていうのも。あ,あ、こなれすぎちゃってね、うんそう。エネルギーレベルってすごく大事ですから。まあそうですよね。<laughs> 決意を、決意表明ですからね。そうです。うん、これ、総理になったら私はこれやるんだぞっていうね。エネルギーとリーダーシップを発揮する場面じゃないですか。うん、ああまあそういう会見ですからね。うん、<laughs> そうなんです。うん。だから、エネルギーレベルが一番低かったなという感じがいたしました。なるほど。ではい。で 次はですねの、次が、まあ、もてさんで、この方ね、意外に、えとっていうことでえ、結構ね、私は楽しみましたけどね、茂木さん。あ,のあ、そうですか。はい。どの辺が。もてぎさんはちょっとね、あの、なんとなくこう、印象がわ悪い感じがするじゃないですか。するじゃないですかっていうね。<laughs> あのう昔の政治家。<ー>でも、あの、会見の組み立ては、とっても、 の、だろ。あ、プレゼンテーションうまいっていうことい、なのかな。あの、経済人のような、経済人のような喋り方な組み立てが。うん。もちろんね、出身もそういうところですからね。あ、そうそう、末期生ね、うん、出身ということもあるんですけど、私が思ってたイメージと今までの報道のイメージとはだいぶ違って、のね、うんうん、こうやってジェスチャーも多いですし、うん、のまず最初に、 結果にコミットするって,ってね。<laughs> この言い方がすごく。<laughs> <あ>どっかの CM みたいですね。<laughs> あそうそうそう,そう <laughs> あ。あの、インパクトがの結果にコミットするんだね。<ー>もうね、あの、キャッチコピーが非常にインパクトがあって、うん、でチームでやりますとかね。なるほど。<laughs> その、あの、組み立てが、うん、とても、 意外と、よかった。意外とって言っちゃいけないですね。すいません。うん、すいません。いやいやいいんですよ。す個人の見解ですから。<laughs> 問題ないですよ。まあ、あの、はい、組み立てがまあ実行力あるというところから始まって、うんうん、そしてえ、3年以内に結果を出せなければ責任を取ると言ってるんですね。ここも結果にコミットするということで、3年以内でちゃんと数字も出してた。でも、いや、 三年ですかと。私はちょっとそこでずっこけましたけど、三、うん、年待たなきゃいけないのかっていうね、ことを感じたので、いや、経済人だったら三年もって言わないなって思って、やっぱり一年とかですよね。ま、あの、決算ってね、うん、あの、市販機ごとにありますし、やっぱり一年単位で結果って責任取っていくっていうことになるので、いや、結果にコミットするのはいいんですけど、三年ですかっていうことでちょっとずっこけましたって感じですかね。うん、それで、 ま、実行力あると、組み立てたとしては実行力あるということで最初に打ち出して、ね、そして自分の実績を言い始めました。うんね、実,実績を言ったんだけれども、まあ、あの、えー、幼児教育の無償化を実現させたとかね、まあ、そういった自分の実績を言いました。うんうん、そして、ま、党改革を進めてきたって言うんだけど、まあ、そこで、あの、ま、かなり議論になってるようですけどね、あの、政策活動費を廃止するっていうことを、 これを私がそうになったらやりますということで、でねうん、自分が、あの、まあ、決意表明としては良かったと思います。うん、それから、その後、現在の課題に関しても言っていて、課題に関して言って、そして最後に自分の方針、一人一人の年収をアップするとかね、そういった非常に具体的で良かった。 組み立てはとても良かったと思います。最初の組み立ては。うん、なるほど。ただまあ、うん、ジェスチャーはいいんだけど、やっぱり表情が今一つ、まあ、ここで話をするので、ここ動かないから、まあ、まあ、眉毛が動かないから、とても表情が読み取りにくいっていうのはあります。ただその分、うん、ちゃんとジェスチャーで補っている力強、力強さ、リーダーとしての力強さっていうのは、 ものすごく感じましたし、あ、この方すごく頭がいいな、ということも感じました。話、話の内容に関してもね。うん。なるほど。た、ただ、今度質疑、ただ質疑音になると、ややちょっと崩れ始めまして、崩れて。うん。なるほどね。まあ、それ、あの、も木さんらしいなって気がしますね。あの、そう。うん。まあいいちょっと、あ、ここで言った方がいいかな。え、何が、その、 立ち上がりはうん、違う違う。えっと、すごいエリートじゃないですか。で、こええ、正解でも綺麗者って頭いいっていうね、はい、あの、ええ、評判の人で、実際そうだと思うんですよ。だから、はい、今石川さんが説明したように、自分一人でプレゼンするときはものすごく綺麗にやる。だけど、対人関係、質問って対人じゃないですか。はい、対人になったときに、今これから説明あるんでしょうけど、く崩れると、はい、 いうのは、まさにエリート前とする人の弱点ですよね。ですから、まあそこが如実に出たのかなと。僕も全部ちょっと見てないんであれですけど、まあさもありなんと思ったので、ちょ,ちょっと僕はあ,あそう、そうなんだなそうそうですそうなんです。でち,ちゃんと予測立ってるわけですね。そこの説明お願いします。う,、はい、うん。まあだから、その質、最初はいないんだけど、質疑応答になると、その説明の意味わからんとなるわけですよ。ね。要するに、幹事長として。 いや、あの、えーうんいや、いや、単純に意味がわからない。あ,<ー>あの、えっと、例えば幹事長として、あなたも岸田政権支えてきて、党改革進めてきたのに、それ、えっと、それに対して責任あると思うんですけど、ここに出る資格あるんですかっていうことですよ。言われた。うんうん、<laughs> まあ、それは林さんも言われてましたけどね。どまあ、政権を支えられなかったことは、謙虚に受け止めると。<お>ね、TKPD る 危機感を持ってるから経験を生かしたい。<laughs> ま、これは、まあ、林さんも言ってましたけどね。うん、うん。危機感を持ってるから経験を生かしたいんだという言い方で、うーん、そうなのかと。あとは、せいせいえー、政治、えーと、政治資金のね、活動費、廃止はなぜ今、今なのということに対して、これは、うんえー、10年後に公開となったけれども、あ要するに、幹事長の時に、いや、も、できたじゃないの。 ということに対して、うん、えっと、じゃあね、これね、答えがね、意味不明だったんですよね。よ,よくわからない、と思いました。それからの、要するに、要するに自分が感じるときに十分できたのに、な,なんでそれをやらなかったのか、ということですよ。それに対する説明が、うん、あの、ま、十分じゃないなというか、よくわかりませんでした。うん、それから、えー、っと、 それからですね。うんと。それから、ま、と、その経済的なところは結構、えっ、ー、と、スムージーに回答はしているんだけれども、うん。うん。えっ、ー、と、例えば選択的夫婦別姓のことですかね。これもね、さらなる検討するということで、割とこう、 あのー、はっきり言わないとかね。うん。うん。で、その党の収入支出、法にのっとって、えー、法の、法の日本に則っ,ってきたんだけれども、まあ、国民からは支持されませんでしたよね、ということを言ったりとか、うんまあ、なていうか、あのー、まあなんだかはっきりしな、はっきりしないというか、プレゼンテーションの割には、もう その説明が、割とスルッと、まあ一般論で回答してしまってるし、まあ自分の決意表明という形じゃないと、すごくね、言い方もトーンダウンする、してしまう。力強さがすごく抜けてしまって、まあ、一応説明はするんだけども、およくわからないなと思いました。あの、具体的に言わないということです。まあこれは、例えば、後で高橋さんの説明言いますけど、まあ高橋さんとも比べても全然ダメだなと思います。高橋さんはものすごく詳しく、 の原因、本質的な原因について話をしてるので、うんうん、あの方はなかなか、あの、ものすごくいいと思います。思いました。うん、と、まあ、ま、もてぎさんは、プレゼンテーションは意外に良かったけど、質疑応答でちょっと崩れちゃって、まあ、一般論で答えて、ちょっとグダグダになっちゃったかなと思いますね。特徴が出てますよね。<も>本当に。あそうそうですか。と、まあ、もてぎさんで一言だけ言うと、あの、防衛増税はしませんと。はい 防衛増税の件に関して、はい、これがもう、この件一択で。そうですね。うん、あの、なんて茂木さんはこれに終始しちゃいましたね。だから。うん,うん、そうですね。うん、だって、まあ、岸田政権の人ですからね。うん、まあ、そういう意味でこう、政権で決めたことをひっくり返すわけですから、何やってたんだってことになっちゃうんでね。う,うん、うんうんまあ。このニュースばっかりですよね。そうですね。うん、まあ、要するに支えた人たちなのにということで、まあ、それひっくり返すということで、 あうんはい、だから説明も説明にならないということだろうと思いますよ。まあ苦しいは苦しいですよね。変えるって言ってんのに同じ人がやるっていうのまあその時点で、ね、ちょっと厳しいですからね。うん。う説明ができてないと思いました。はい。そして、次はですね、慎次郎さんですね。はい。小泉慎次郎さん。 この方のキーメッセージは、決着をつけると、まあ、後ろにも出てますけどね、決着をつけるということで、うん、あのあ、小泉さん、新郎さん、まあ、落語を見てね、いろいろ研究して、あの、とても、あの、えっと、まあ、スマートにやったなと思います。で、彼は、うんあ、茂木さんは最初の1時間やって、最初の説明は10分。で、失業と結構やったんだけども、その肝心な失業とが、の あまり説明になってなかったということで、で、その、小泉さんは30分説明しました。まあ、やっぱりうん、うんの、小林さんと同じように、小林さんよりはちょっと有名ですけど、しばらく出てない、なかったから、まあ、というのもあって、うん、まあ自分の考えをしっかりと説明するということで30分取ったんだろうと思います。で、あの、まあ、彼のキャッチコピーというか、あの、印象に残る言葉ってない、あの、 圧倒的に変えると。ただ変えるんじゃなくて、圧倒的にということを繰り返し言ってましたから、うん、決着をつけるとか、圧倒的なスピードでということで、うん、この自分の若さとかエネルギーとか、まあ、そのエネルギーはものすごく感じました。若さ、エネルギー、ものすごく。要するに、いいだって、期待感重要じゃないですか。この人なら変えてくれるかも、うん、と思わせるような、このようなエネルギーレベルが重要なので、うん、まあそれは、小泉さんは、 あったなと思います。伝わったと。はい、うんで。そして、自分、ご自身、まあ、子供を持って変わったことですとかも盛り込みつつ、うん、そして、もうどんどん早く変えなきゃいけない。そして、もてぎさんは3年でって言いましたけど、小泉さんは1年で変えるって言ったんですね。うん、1>, 1年で。うん、まあ、ここは、のまあ、さすがだなと思いましたで。このスピード感という意味で、まあ、そこは対象。 大変対照的だったと思います。うん、それからで、あと言葉としてはこうしたいということで、ものすご自分のしたいこと、したいって言葉はとっても多く話をしていたので、あとこの部分は、のご自身のことですね、自分がやりたいり、したいと思うという希望、希望というか、まあ、決意としては、言葉の使い方としては良かったんじゃないでしょうかね。まあうん、若さとかエネルギーということでね。 そして、えっと、せ、と、政治活動に関しては、あの、文通費を公開するとかね。で、10年後なんていうことじゃなくて、あの、交通費、文、えっ、ー、と、交通費でしたっけ文通費でしたっけ、はい、文通費か。文通費が、あれ、公開しなくてもいいんですかね今ね。そうですね。ねはい、今しなくていいですよ。うん、はいあ。そうだよね。それ、まあ、それを公開させる必要があるとかね。まあ、今文書交通費ってやつね。 諸行費ですね。今、自民党では10年後公開って言ってるらしいんだけど、そんな、そんなことしなくてっていうね。うん、<laughs> なんで10年後なんだろうって私も思いますけど、不透明感をなくすということを、するということで。で、まあ、購入するかどうかというのはね、あの、説明責任果たしてるかどうかう、ね。まあ、そういったことで言ってますので、ここはま、他の方も言ってる言葉ではありますよね。うん。で、えー、っと、 あとは新しい産業とか労働市場改革と、まあこの辺はね、まあちょっとね、未知数っていうところはありますけどね、小泉さんどのぐらいできるのかなっていうのはありますけど、うん、まあそれが一つ強みになると言えば強みになるかもしれないと思いますけどね。<laughs> まだあまり実績がない方じゃないですか。だから実績がなくて、本当にどのぐらいできるのかなというところにおいては、それは小林さんも、小泉さんも一緒だと思いますが、うん、まあここにどのぐらい ま、希望を持っても、持たせても,も,持ってもらえるか国民が希望を持てるのかということだろうと思います。うんで。まあ、あとはね、あの、いろいろ言ってましたこ細かいことは言ってましたけどね。まあ、さ、あの、経済政策はいろいろな細かいこと言って、ライドシェアのことだとか、細かいことはかなり詳しく言っていたので、 あとは多様な社会を、生き方をできる、できる社会ということで、まあ、かなり、この、自分が理想とする社会ということを、きちんと言っていたかなと思います。うん。それで、まあ、質疑応答、質疑応答に関しては、ですね。えー、っと、質疑応答ではね、まあ、もう報道もされてますけれども、もう発言に関して、あの、 心配なんだけどっていうことに対して。まあ、あの、私も実は最初に Yahoo で私書いてるじゃないですか。はい。一番最初に取り上げたのが、小泉さんの,の環境大臣の時のセクシー発言なんですよね。うん。<laughs> まあま、彼の場合、非常に軽い、少々軽いっていうのがあって、 まあ、あの、出現癖みたいなのもありますけれども、ただまあ、あんまり人を傷つけるような出現ではなくて、ちょっとこう、こう知性的に大丈夫なのかなって思わせちゃうような、まあ、危うさはあるじゃないですか。うん、でも、それに対して、まあ、彼としては、もうまあ、そう言われた記者に対して、記者とは、まあ、そのお、終わるときには花束をもらえるような関係になりましたとかっていうことで、まあ、割とおおらかに、こう、割と、なんていうのかな。 まあだからどうなのって私は思いましたけど、<laughs> それはね。まあね、ポエムですから、そういね。そうね、そう。うん、だからの、力強い印象を与えたんだけれども、やっぱり実績とかそういったところでどうなのかなっていうのは、本当にこの,の、少々心配だなということは思いました。ただ、失業とは割と難なくこなしてっていうか、まあ、あのいじられるのは、 もう慣れてるらしくて、まあ、それなりにちゃんと打ち返すっていうことはできてるんじゃないかなとは思います。ですね、で今回、特に失言はありませんでしたし、うん、でまあ,あの、あの、印象に残ったのが、失敗に寛容である社会を作りたいって言ったので、うんうん、自分のことかな、うん、みたいな。それそうでしょうね。まあ、そう。 ま、あの、若いですからね。政治家、リーダーだと失敗しちゃ困ることもあるから、そこがちゃんと力強く、印象付けとしてはいいんですけれども、本当に推進していけるのかなという不安は残りますね。でもやっぱり非現はさすがですよね。そう、そこはやっぱ昔から上手ですからね。上手、組み立ても上手だし、とっても あの、滑舌もいいですし、うん。あまあ、印象はいいんだけど、って <laughs> いうことですね <laughs>。まあ、逆に言うと、そこで、そこしか勝負どころがないわけですよね。うん、やっぱ実績もないし、うん、まあ、モテさんのような、あの、制作通でもないわけなので、うん、まあ、そういう意味では、そこを全面に出す、プラスの面を出すしかないっていう意味で、若さと、うん、まあ、そういう情熱と、 まあこうみんなの親しみやすさっていうかね、そういうところをあの戦略上出していくしかないわけですから、それは強みを生かすって意味ではね、必要なことでしょうけど、ちょっと気になったのはあの、記者会見のコントロールもかなりしたっていう話も聞くので、まあ、そうするとなかなかね、あの質問自体もあの事前に分かってたって話もあるから、まあ、ちょっとその辺のところはやりすぎかなっていう気がするけど、うんうん 依然性を、まあまあ、期待、なですか小林さんとか小泉さんはとにかく未知数ですからね。うん、でも国民としてはやっぱり期待はしたいんですよね。あの、本音ではね。なんか、今までと同じような人のゃいねえ、っていうのはあるから。ただなんか、やっぱりまだまだ、まだまだ、うーん、っていう感じ <laughs> <laughs> その、本当にできるんだろうかとか、いうのはありますからね。 でも、期待はしたいですね。こう、小泉さんとか小林さんはね。気持ち的にはね。そう、まあ、若さ、エネルギー、まあ。エネルギーレベルはとにかく高かったです。かなり、かなり高かったから、意気込みも感じましたし、うん、小林さんと比較すると、どうかなその、ま知的レベルはやっぱり小林さんはものすごくスマートなんだけど、 そうね、失業との慣れさとか、うん。離れということで、はね。バナさんの方が離れはしてると思う。それはそうでよね。うん、だから対、うん、対人関係だとか、まや、何か、いいチームがつけば、ものすごく彼の下にいいチームがつけば、うん。制作中のすごくいいチームがつけば、彼はやりきる。だろうと。そういう期待はありますね。やりきる。うん、ちゃんと。ね <laughs>。そのチーム作りかなう、ね。うん。 あと、まあ、声も、あの、見た感じ軽いんだけど、声が太いんですよ。の太いので。うん,う,んうん。の声の。訓練はね、よくされてますよね。そう、うん声。低い声を出す訓練をさちゃんとされてるから、うん、うとても信頼感の情勢は、もう、できるかなと思います。例えば、も、例えば、茂木さんは滑舌が悪くて、ちょっと声が高いんです。上ずっちゃうので、うんうん、でお腹から声を出すという訓練されてないから、なんとなく上ずみ、声ね。中身が良くても、ちょっと、 あの、生き取りにくいとか、こういったことはあります。まあ、演じるという意味では、まあ、演じきることができる可能性は感じますけどね、小泉さん。まあ、でも、どうしても2世とか3世が多いからね。ああ、それ4世だもんね。うん、4世ですからね。4世。ガッチガチの長田町貴族ですからね。そういう意味では、いくら、あの、若いって、 こういう人が出てきたっても結局その流れを引きつって総理になったら変わんねえのかなとかって思ったりもしちゃうんで、うん、本当の意味で変わるとするとね、うん、あの違った形の人を入れるしかないんでしょうけど、まあそれがあの人だったんですね。菅さんとかだったんだけど、やっぱり日本の政界ではなかなかまだあそこら辺はうまくいかないというのがあったりするし、うんうん、まあちょっとそういうのは気に,<れ>気になるけどね。 まあそれもあって、増田さんは、ね、応援しているようですけどね、小泉さん。どんなチームになるのかによるだろうということではあります。ただ、本当、記者会見としては、彼はもう離れしてるなということは、うん、そうだね、記者会見分析ですからね。はい、この記者会見がどうだったかということで、評価してほうがいいですよね。演じ切るっていうのも一つの能力ですから。じゃあ、次いきますか。で次に昨日 高橋さんやりましたね。はい。はい、高橋さん。で、高橋さんは、まあ、この間も、前回も一緒で、彼女のは1時間半でした。うん、で、1時間喋って30分ということで、まあ、やっぱり彼女は、彼女は一番エネルギーレベル高かったですね。高、うん、この,この 7, 7人の中ではね、まあ、実績もありますし、あの、すごく、やっぱり、内容も濃かったと思います。うんで 昨日2時から行いまして、で彼の、彼女の場合は、彼って言っちゃった <laughs> まあ中身彼なんだけどね。<laughs> 彼女。<laughs> うん、あの出だし、やっぱり国のミッションから話をしてる。まあ前,前もそうでしたけど、やっぱり彼女は本当にミッション志向なので、私あ、国のミッションは私たちのミッション、私のミッションということで、まあ、そこを打ち出すのはやっぱりさすがだなと思いました。やっぱり総理です。総理の候補、総理、 そういう大臣になるってことは、やっぱりこのミッションを抱えるってとても大事なことなので、まずは出だしとして国のミッション。で日本を世界のてっぺんに持っていくというのが、まあ彼女のキーメッセージで、うんえー、そして、まあ、うちの協会としてはすごく大事なキ,キーワードを言ってくれましたけど、危機管理投資っていうのをね、繰り返し、はいはい、言ってました。危機管理投資、経済投資だけじゃなくて危機管理、危機管を持ってやるから危機管理投資なんだと、国を守るという意味で、うん、危機管理投資と、 いうキーワード、非常に印象に残る言葉だと思います。うん。で、まあ前回と変えたのは、前回は資料を配ってなかったんです,ですってね。で、今回はちゃんと資料を配って、うん。言いっぱなしじゃなくて皆さんがしっかり理解できるようにということで、まあ、改善されたようです。だからここの部分で、もう、まあ、彼女は国のミッションから始まって、そして防衛力の強化はもちろんそうですし、栽培対応、そして、えー、っとまあ、 国民生活目線もあって、高年期の、まあ、女性の視点だとか、高年期障害も含めてね、まあ、この辺はやたらと詳しくなるんだけども、まあ、その生活者目線もあって、まあ、かなりの幅広く彼女の政策、作り上げる社会というのを明確に示していたと思います。で、腰は最初の10分で、あとの50分は具体策をもう 50分語り尽くすということで、うん、このエネルギーはやっぱりすごいですよね。そうですね。そこ彼女は国に対する思いがある、何とかしたいっていう思いがすごくあるのと、あとはまあ数字も具体的ですし、うん、本当によくまあ研究して勉強して、猛烈にいろんなことをの知識、貪欲に <laughs> 勉強して、研究してるっていうことを感じました。うん、うん そうですよね。すごいですよね。まあ、で、最後は、まあ、最後は皇室転判のことについても、まあ、改正するということで言っていますし、あと最後、本当の一番最後は党の問題ということで、ここ皆さん関心が高いところだと思いますが、うんまあ、ここのところ、えっ、ー、と、生徒交付金は一人4000万円なんだけども、特定の幹部が決めてるんですよね。<laughs> ということで、うん、あの、手取りは30万ですって言ったんですよ。<laughs> <laughs> 実際はね。だ結局、うん、だ結局、議員一人一人の手元に来るお金が少なくなっちゃうから、だから、こうい、ろいろんな問題起こるんですよ、と。だから、支部長とか活動資金に一人一人の議員が困らないようにすることが大事なんだ、ということを言っていました、うん。これは私も初めて知りましたけど、うん、要するに、裏真似がどうとかこうとかっていうのは、まあ、現象として現れていることなんだけども、まず、党全体としてのお金の、うん まあ配分の仕方に問題があるということを言っていました。うん、ここはとても具体的で根本原因について言ってるところは、大変私は評価したいなと思いました。そして、まあ、最後にあの女子高生のね、タイムスリップ映画の話を <laughs> しましたけど、うんうん、これね、うちの娘も大泣きして <laughs>、 お泣きしたい映画ですけれども、うんまあ、この、まあ、最後のね、言葉も、あの、よかったですよね。私たちが生きている今は誰かが命がけで守ろうとした未来だったということで、非常に、あのその、印象に残る、まあ、皆さん、うん、多くの方々が見ている映画の内容を、内容に触れて、まあ、自分の思いを遂げ、あの、伝えたということに関しては、非常に内容は、 の非常に内容は良かったと思いますよ。エネルギーレベルも一番高かったし。うんうん、まあ、具体的でね。制作も何も具体的なんです。うんはい、まあ、毎回そうなんですけど。うん。そうですね。毎回そうですけど、前よりも、あの、よりバージョンアップしたなということは感じました。うん。それと、他の候補者になかったところとしては、あの、笑顔ですね。なで笑顔ね。<laughs> これはやっぱり、まあ、女性ならではっていうか、女男性も笑顔を作れるんだけど、新次郎くんもそんなに笑顔なかったし、うん、あの、まあ、彼はもともとソフトな顔だから、の、えー、っと、まあ、スマイルはあるんだけど、いわゆる笑顔、戦略的な笑顔っていうのが、なかったですよね。あの、高橋さん、まあ、非常に戦略的にっていうか、あの、自分のきつさを、と、と カバーするための笑顔だと思うんですけど、うん。うん、<laughs> そのように笑顔。まあね、女性候補ということもありますからね。そういうところを全面に、戦、はい、略的に前に出すっていうのは、ね。大事ですよね。そもそもね、顔がとってもきつい方なので、うん、そもそも顔がとってもき,つきついから。<laughs> 顔がきついから。うん、<laughs> <laughs> その笑顔を出すことによって、うんうん、あ安心感というか、あの親近感を持たせる効果はあると思います。 特に内容が彼女の場合、ものすごい、<laughs> きついというか、うんうん、私は力強くて、個人的には好きですけども、これ全面にザーッとやられると、おっと、人が多いと思うんですね。<laughs> とって。うん、で、そこを笑顔で、うん、相手がもう圧倒されて、抜けぞって、うん、倒れないようにするっていう、まあ、そういった効果を狙って、笑顔を作ってるだろうと、私は思いますけどね。うん、なるほどね。でそこは、の まあこういうタイプは、まあ外交もちゃんとやってくれるんじゃないかなと思いました。そ,でその外交に関して、かなり力強く言ったことに対して、のね、フリーの記者が、ちゃんと言ってくれるんですか本当に。いうことで。 で、かなり具体的に質問をしてきました。横田基地はとかね、言ってきたんですけれども、うん、まあその個別のことには回答せずに、言うべきことは言いますと。どの国、うん、アメリカに対してに限らず、どの国に対しても言いますよ。横田基地はどうするんですか言えるんですかとねこの場では,これは回答しますしけれども、とにかく言うべきときは言いますということで、まあこれもこなれてますよね。うん、個別の、あしてはコメントしないというところも、まあ、ここも、うん、まあこなれてるというか、よくわかって、 いますよね。うん。も、ま、う、あ、ベテランですからね。何度も。ベテラン、もうベテラン。そういう意味では、まあ、石破さんと似てますけどね。え、ベテランといいんでし、ね、安定してます。はい、うん。安定しているし、失業等も、非常に、もうん、一、うん、つなくこなしているというのはありました。<laughs> うん。まあ、まあ、石破さんはただね、エネルギーレベルがちょっと低いですよ。はい。今回は。<laughs> 低く、ま,まあ、見えるってことでしょう。うん。うん エネルギーレベルが、こなれてるとか安定感という意味では、とてもありますけど、うん、石破さんは。うん。うん、でも新鮮さもないし、エネルギーレベルが低いし、内容もたった10分で、の、なんだろうお、お祭りの話から始まっちゃうしとかね。うん、まお祭りの話とかね。か国家ビジョンって、いつも、彼は国家ビジョンをかなり結構語るんだけど、今回そんなに語ってないし、うん、あんまり語ってない。 かったからあままり、うん、正直どうかなと思いますまあ政治家としてのその特徴って意味では石破さんとか高橋さんっていうのはその国会意識が非常に前に出る政治家じゃないですか。はい、この二人はね。ですかまあそこの特徴を生かしながらっていうこととか、はい、まあ小泉さんあたりはもうちょっとその、まあリベラル的な何て言うかな、まあ、国家、もちろん国家みたいなことも政治家ですからあるんだけど、それらはも,もうちょっと目線が あの、庶民側に立ってるというかね、いうような形だし、もてぎさん、林さんって言うと、やっぱりちょっと官僚チックなところがどうしてもある。まあその分優秀なんだろうみたいな形だから、まあ、なかなかこう選ぶ側もね、難しい。まあもちろん自民党内の選挙ですから、党員の方々が投票するっていうことでね、<え>一般の違う人たちは関係ないということですけど、 まあ、高橋さんは全体としての記者会見の作りからすれば、まあ確かに圧倒的だな、っていう気がするんでね。うん、そうです。これがどう票に結びつくかっていうのはちょっと自民党の中で、うん。わかりませんけどね。うん。うん、そうですね。だいぶこの3年間で地方回りをしていたということもありますので、うん、まあ人気が高まってきてるのかもしれないし、ただ,このだ、こうん、人気はね、 ポイ人気はすごく石破さんとか高橋さんとかね、小泉さんとかあるんだけど、やっぱ国会議員をまとめ上げる力っていうのは、いいね、まあそりゃそうだと思いますよ。だってね、単純に考えて、あんま複雑に考えないで単純に考えると、みんなが言われたくないことを言うわけじゃないですか。だからやっぱり議員票は集まんないですよね。議員の痛いところを言う,言うわけだから。じ、ま、ゃあ石破さんも同じだし、高橋さんもやっぱりそういうところがあるから、まあ議員にとっては、 痛いとこ疲れるからね。ただまあでも今回の政治資金規制法の、そのそこが一番じゃないですか。そこに関しては高橋さんちょっと弱いなって気がしましたね。も、もっと処分に関して強いことを言ってもよかったんじゃないかとか、うん。いう気はしますよね。そこら辺の、今回一番自民党が怒られてる国民から、部分に関して、もっと言及があってもよかったのかなと。 うん、いう気がしたり、どうせなら消費税減税ぐらい言ったらどうだというふうに思ったけど、そこも言わなかったし、まあ、だから個別に言うとね、あの、いくつか不満点はあるけど、ね。個別具体的なところは避けていたと思います。うんまあ、国家間を前面に出したね、うんうん、やり方だったので。そうですね。うん <laughs> まあでも圧倒的でしたね、そこの安全保障に関し安全保障の専門家ですからね。そう,う,で,そうですね。 うん。まあそこは強いし。うん。うん、だからまあ人付き合いは彼女もやっぱり悪いみたいなんですね。うん。人付き合いの悪さを質問として来てましたから。うで,ね、でも自分は働き場所だって言ってるのでね。うん、<laughs> お酒は人付き合いが悪いというよりは、その何ですか、ね、なんていう、ね、特定の、特定のところにやっぱり行かないんですよね。特定の、あの利益を持たないっていうことなんで、そうなると結局全部排除ってことになるから、 僕が聞いてる話ではやっぱり飲み会とかもほとんど行かないみたいですからね。ですからそういう意味では仲間作りっていう意味では理念ミッション先行型の人だと思うんで泥臭い仕事がなかなかね難しいんでしょうね。政治家ですからね、の国を動かしていくっていうのは。 まあ、いろんなことしなくちゃいけないわけで、やっぱ人を動かさないといけない政策だけじゃなくてなでこもあるから、ね、人を動かしていかなきゃいけないっていうのもあるから、うん、そこはチームによるのかなとは思います、まあ。今日は会見分析なので、そうですね。実際の政治家として全体はどうなのかってなると、はい、またそこは別の話なので、まあ、私としては皆さんにまあ参考になればと思いましたので、うんうん、今日は解説いたしました。 全体通してみていかがでしょうか、相、ま、馬、あ、さんはまた全然違う見方をしているとは思いまいや、ね、いや、もちろんじゃ、個別にはね、いろいろとあ,るありますけどあの、会見っていうのは、もう石川さんがずっと専門でやってるように、やっぱり、えっと、国民とかし、えっと、見てる人たちにこう自分をこう表現する場なので、非常に重要だと思うので、この会見分析もずっと続けてもらってるわけですけど。 これは、と、今回、あの、なんで RMCA でこれやってるかっていうとしょ、まあ、象徴的なのでこれを題材にしてるわけだけど、やっぱこれは企業の経営者とか、いわゆるその人前に出る、プレゼンをするときの、すごく参考になるんですよね。ですからまあこれはまさに表現、コミュニケーションを取るときの、あの、リスク管理にめちゃくちゃ、こう、大事なもので、で、特にこれからの、あの、インターネット時代っていうのは、一人一表現、 って言われるぐらい、あの、テレビ時代だったら選ばれた人がテレビやマスコミに出て、あの、やるっていう時代でしたけど、もう SNS で自分を表現できる時代ですから、まあ、表現ってものすごく大事なんですよね。それと同時に見てる側の心眼の目っていうのも非常に大事になるわけですよ。この両方を、あの、養っていかないと SNS 時代、インターネット時代っていうのは生き残っていけないと僕は思っているので、まあ、表現する側も嘘をつくことはたくさんあるし、 で、それを鵜呑みにしてしまっては騙されるわけですから、それをもう見極める、キュレーション能力とか、心眼を見極める目っていうのは非常に見る側も大事になってくるんですね。その意味では、こういう記者会見的なものをいっぱい見ることによって、あ、この人本当のこと言ってんだなとか、言ったことと違うことやってるなとか、っていうことがよくわかってきますから、一応クソマスコミって言われるような時代ですのでね、それは良い悪いじゃないんですよ。そういう、そういう流れが来てるということなので、 まあ勝ち残っていくためには、そこをきちっと磨いていくということが、まさに個人のリスク管理にもなるしね、うん、非常に重要なあのテーマだなというふうに思っておりますので、うん、できれば続けていただければと思ってます。はい、はい、分かりました。はいということで、6人、7人やったのかな。で、あと何人出るかちょっと分かんないんですけど、あ,あと2人じゃない、今日う、徳光さん出て、あと上川さん出て、うん、それで12日ということになりそうじゃないですか。 うん、まあ、あの20人集めなきゃいけないですからね、そうですね、ちゃんと、はい、あと、さん集まったのということでしょ、ね、うね。で、最後に言、言い忘れちゃった、高橋さんの本当課題の、うん、女性人気がないのよね、私、結構高橋さん好きなんだけど、どあの前も、前の総,総理総裁選の時も、 私は結構高く評価したんだけども、うん、女性の方々、高橋さんがダメな方が多くて、それ彼女の弱点だと思いますね。でどうしてかっていうのは、うんね、まあいろいろ、あの、全体として、夜の雰囲気があるとか、あと、顔がね、話し方だとかあの、中身聞く前に聞く気がなくなるとかっていうことになっちゃってるので、そこはなんとか改善していく言ってほしいなと、とてももったいないことなので、 今の時代、女性からも支持されるととても大事なことですから、そこはちょっとまた別途、ね、私は研究していきたいと思います。国家観みたいなことを表に出してるからね、やっぱりちょっと、とっつきにくいのはあるかもしれないけどね。話を聞く前にもうダメなんだって。うん、話の内容じゃない。うん。じゃない。そう。そうというところが、もう非常にもったいないなというふうに思います。なるほど。 これはまた研究してわ、わかったら、私なりにわかったら、また解説したいと思います。分かりました。じゃあ、えっと、一応第3弾もありそうだということでね、あと残り出る方いらっしゃるでしょうから、またそれはそれで分析をして、まあ、これ、あの、自民党9月末まで続きますので、まあ、題材としてまた動画を出せればと思ってますんでね、見ていただければと思います。それでは、記者会見分析の 出馬会見分析の第2弾ということでお届けいたしました今日はありがとうございましたまたお願いしますありがとうございましたはい